皆さんこんにちは。不動産コンサルタントの藤原でございます。実はですね、今日は皆さんにご報告がありまして、私新日本ネッツに入社以来約、丸4年、南青山オフィス、それから今は銀座オフィス勤務してまいったんですが、この度、港南大本部ですね、神奈川の港南大本部に勤務することになりまして、昨日から出社しています。で、昨日はですね、銀座に立ち寄って、残務を片付けてから港南大に移ったので、今日が実質港南大勤務は初日ということになりましてですね、いろいろ通勤ルートを考えたんですけれども、私住まいが吉祥寺なもんですから、吉祥寺から八王子に行って、八王子から横浜線で東神奈川に出て、で東神奈川から京浜東北線で、港南大に来るというルートを今回は、やってみたんですね。で、朝4時半に起きまして、身支度をして、お家を、5時半に出ましてですね、で通勤時間結構かかるんですけれども、面白いことにですね、三鷹から港南台までオール座ってこれたんですよ。中央線の下りはですね、下りで朝早いんで座れるのは当然だと思ってましたし、から横浜線も八王子が始発駅なんで、座れるだろうなとは思っていたんですけれども、乗り換えもスムーズで、それから東神奈川で、降りたらすぐ大船行きの県民トークが来て、これまた座れるということでですね、非常に快適な、通勤初日を迎えさせていただきました。約2時間ぐらいの通勤時間かかるんですけど、そのずっと座ってこれるもんですから、車内でですね、いろいろと仕事的なことを、できるなと思いましてですね、かなりワクワクした通勤初日でした。そんなことでですね、勤務先は今日から本格的に港南大本社ということになりますけれども、皆様にご提供できるサービスは全く従来と変わりがありません。収益不動産の購入売却コンサル、それから自宅購入買い替え売却のコンサル、それに相続対策コンサルですね、そこら辺の業務内容は全く変わっておりませんので、今後ともぜひ何かご相談事があればお気軽にお声掛けをいただければと思います。また個別相談につきましてはですね、港南大本部も銀座オフィスも今まで通り使うことができますので、銀座で打ち合わせることも全く問題ございません。ぜひよろしくお願いします。今日は港南大本部勤務の初日でしたということを、お伝えいたします。それではよろしくお願いします。